よし。しょー。しょお、ちょっと前から転がってった気が。えらいどう。そこから下って、止まれ。ナイスタッチ。ナイスイーゴー。ナイス。ナイス。アンナップ。そうそうそう、ブレーキングダウンを見せたいのよ。バーディーイーグルでこの試合をしたいのよ。今までは。いこんにちは。こんにちは。さあ、やってまいりました。今フラミンゴワンナップ、そうだよ、ワンダウン。いい勝負取って取られて、そう、前回でね、イーグルバーディーという、やっと高槻で見せたいゴルフが見せれたかなと。この辺で争ってた、うん、だいぶ距離取ってジャブ、天心対天心、何も進まないみたいな。そんなことない。やっとタケルとタケルみたいな試合が、ブレイキングダウンみたいな試合がね。そんな感じで、前半ラストやっていきましょう。355パー4フォロー実測308やねんけど、あちょっとやめとこうか、うん、カートが手前に止まってあるからちょっと待った方がいいか。ちょっと待って50ヤード手前とかすごいな。どんなやつ乗ってくるんだろうって見てるから。よっしゃー、ちょっと強めにドロー入った。いこ、あ右ケアしてるね。マイケル・ジャクソン。なんてカンちゃん、そうだ、余裕で先輩とか思んないのに厳しい。言うとくけど、そうだより目つき悪いやつ、まあまあ出会ったことない。そうだよ、大変に悪い。けどほんま、なんか前ゴルフ出てさ、こんな感じやん。こう仲いい人だと思ったら、やばいアンチとか来んねやんか。だからマジで打ってほしいってさ、そのコメントにさ、俺が返すのなんか、大人げないことになるやん。なんかそのコメントに対して、まあまあ長文とか来んねやん。前回の、前ゴルフ出た時、その、企業だけやけど、アンチなのかわからんけど、朝原翔子、わらわら。あった、見た、そのコメント。あのな、まあ、それこそ、個人の見え方があるから、朝原翔子みたいな、別にいいね。何がもかもかっていうのは、それにハートボタン、ドローンするから、ね。お前、待て待て、共感、バリバリ共感されてるやんけ、みたいな。お、リンゴボールあったわ。いやいや、ちゃんと解いてよって言って、そうやね。ぐらいまでは飛んでる。ああ、そうね。僕から行った方がいいって。グリーン手前40ヤードぐらい。まだむずいな。兄弟もむずいな。今日しかしピン位置が激ピンやね。手前か奥かってすごい振ってあるな。むずいよな。手前は
ワンクッション。何番？58で浮かして手前ワンクッションさせて寄せる。手前ワンクッション。うまいうまいこれはうまいぞうまっえぐすごいよあれはもうほぼ OK バーディーついたぞ覚醒始まったで当たるボールがおーいナイスうまっ！うまい！ナイス！こういうのをお届けしたいのよ。この大フックの殴り合い。さすがプロです。かあ。見てください、この距離。もう二人とも。これは。マッチ動かずな空気まあそうですねだって俺絶対賞味もろたと思ったけどそうだよめっちゃ近いやんいやうまいなさっきのツアーもナイバリーそんな体勢で打って大丈夫なんかなと思ってプロですからどっちかっていうと若干あるっちゃあるそうな危ない、うん、全然あるよあるけど。はい、バーディー。よし。バーディーバーディーです。いや、もうこの。やっと開幕しましたね。あのプレッシャーの中の平山プロのアプローチね。まあ、あのアプローチやっぱり。そう。まあ、あの別に寄ると思ってなかったんで。どう？あれは思ってんけど、まさかほんまにクッションするの？そう。甘いから。うん。芝そう芝薄い薄いかったな。レイスタイルが似ている諦めすぎてアプローチの練習が圧倒的に少ない行きましょうかはい10番ホール475パー5お願いしますお願いしますお願いしますよっしゃちょっと強めにドロー入った行こうナイスただのギャラリよっしゃー風来てるナイスじゃあ行きましょうやばいやん前半
持ってなかったのに、後半違和感マックスの3つ持っててもまたなんか騒がれるやん、見てる人に3つしてなかったんですかとか、してなかったよ前半は。もう見てる人うるさいからもうするわ、もう仕方なく。ナイスゴルファー。うん、道地のことさ、結構ごちゃごちゃ言ってくる人らおるけど、うん、お前らやってるじゃあ、そのプライベートでお金払っていいけどね、人のことは人のことはやるよ、ちゃんと自分ならやろ。ただ高槻下硬すぎてバリって痛い。でもアプローチも完全に跳ねてるもんね。硬いんかな、なんかランもめっちゃ出るし、うん、硬いね。ハーフが全然取れない。まあ歩いてても硬いもん、うん、なんかね、うん、ちょっと山やっぱあれが違うのか、山とギュッと締まってるね。さっさ、うん、後ろ仲良く歩いてます。カメラ回してへんぞあいつ。あいつカメラ回してへん。それただのさ、ほんまにギャラリーとさ、プロが、ただプロとギャラリーが2人喋って歩いてるだけよ。兄弟が思ったより飛ぶな。もっと話すんかなと思ったけど、正直。いや飛ぶ飛ぶ飛ぶよ。てか兄弟マジでサイドスピン量少なすぎ。うん、ほぼストレートみたいな感じ。曲がらへんなほんまに。曲がらん。うん、でも今日ミンゴも曲がってきてる。いやいや、言っても僕の方がちょっと汚い球というかサイドスピン多いというか。 あでもあれあれちゃうん。じゃあでそう言っといて言っといて、いや言っといて50ヤードさ空いてるけど大丈夫言うて。うわ当たり悪かったわ、まあ、当たり悪かった。これこれ、まあ、やっぱ当たり悪いから全然飛んでないよな。あこれこれか、やっぱ当たり悪いから全然飛ばんかったわ。あれ、あっこにもボールあるな。え、俺か。普通に受け入れました。一応俺との距離、ここから俺との距離しようか。はーい、まだグリーン開きませんので。なんか燃やしてんな。あ、そうそう、あの、あの、サイロなんですよ。あー、ほんまやな。でもこの匂い俺は嫌いじゃない。嫌いじゃない、うん、シンナー吸っとったんすか。この匂い嫌いじゃない。ただあの会社に近づいてる部長シンナー中毒って。キックステップステップステップ。どうだ、ワンチャンワンペかな、行ってはないか。何番っすか。7番です。7番、7、えぐい球打つな。うーん、残りこれは有利やね。これは生かしたね。このアングルええな。130ぐらい、134、うん、どうですか、今いい勝負してますけど。いい勝負いい勝負になってしまってるっていう言い方が正しいですかね。気持ちドライヤーよりというか塩よりという。早く打ってお前な。まあいいよ、動画見たら分かるけどお前の後ろでずっと寝てるから打つとき遅すぎて。まあ届かんやろここまでは。
風乗ったでしょう。なんかあそこほぼあるな。そうね、へこんでるとこっぽいよな。段の上やもんね、ピン。段の上かってこと。段下、うん、段下に乗ったかも。あ、大丈夫、今目土しました。カットしてるから。てか目土でコタコタ言うてくるやつ、個人的にインスタで DM 送ってこい。匿名で YouTube に叩きやがって。誰だ、朝原翔子に。あ、また根に持ってる。似てる、正直。自分でも思うの。似てるというか、ロン毛ヒゲ。いや、似てるかって言いたかったけど、ハート40ついとったら、もう一回上だよ。もうちょい、あれ。髪切った、最近切った。髪切って、なんかちょっと多分評判マシみたいな。もっとね。で、髪切ったんですよ、最近今日帽子かぶらん。なるほど。けど、河川敷で風強いから、もっさもっさよ。平山プロボールありました。58度。バンクション。うまい。ナイス。すごいいいラインについてます。バリちゃん、さあ、おもろいな。来た、また。ミンゴ同じ段におった。コブに隠れてただけ。フック、うん、そうやね、ちょっと下り入るね。うまい。うまい。あ、曲がらへん。うわー、惜しい。オッケー、ナイスバーディー。うーん、ナイスバーディー。直樹じゃなくて白石って呼び始めた。どうでもいいって思う。上りのスライス。2アップ。まあ、初めて2つ段からの動きがありました。2アップ。後半早々、確かに2アップ。やばいじゃん、そうだ。追い詰められております。だいぶ焦ってます。まあこんな感じで。いや、ナイスプレーでしょう。ありがとう。まあ、バーディーで、うん、しっかり取れてるから取れるのはな、うん、ゼロ試合じゃないでしょう。けど一応ここパー5やん、うん、この距離で。そうな、セカンド7番で打てるパー5を、うんうん、パーで5と実質とかないけど多分ボギーやん。まあまあ、それが高槻は動画が見えない傾斜とかがやっぱ来てみて、はい、分かること多いと思うんで、まあ、結構シンプルなねラインやったと思ったけど、やっぱ難しいね。グリーンが難しい、風とこの高温強くなってくる、まあ、うん、難しい。あとはもう負けないように頑張ります。はい、2アップ2アウトダウンで2アウトダウンでわわわわわってなったけど、自身ははい、お願いします。最後なんか喋っといて、ほんまや。このホール仕事してへんで多分。ええー、ちゃんと相談のなコミュニケーション、そうですね、1対1で、うん、ちゃんとメモ取ってたら記者みたいな文字に取らせていただいて、はい、ちょっとここから。グッジョブ、グッジョブ。ありがとうございました。また来週。